店長、おまけいこと気にすんなって。念のために聞いてみちゃうけど、エベレストってなんでしょう？え、エベレスト、それは山だ。そう、山だよね。叩いて叩き壊した石橋を横目に、護衛艦を引き連れ立ってイージス艦で小川を渡るくらい。けどな、今は違う気分なんだよ。見る前に飛べって言った人がいるけど、墜落したところにいつもいつも拾ってくれる人が現れるわけじゃないよ。店長、だから親父なんだよ。プロアクティブのアクションさ。時代感覚がねえな。時間は流れてんだろ。俺は見る前に飛ぶんじゃなくて飛びながら見てんだよ。されるなよ。さすが新先輩、めちゃくちゃ男らしいっす。俺も一緒に飛ぶっす。ああ、やべ、バイトの時間だ。ああ、俺もミステリーサークルの作戦会議が。
私があげたんだから教えてくれたっていいんじゃない？あららら、ショウゴ、君いつからそんな秘密主義になったの？何か？ショウゴくん、店長に内緒で交換してあげるから。交換してあげるよ。ね。大丈夫。店長の秘密ね。君も変わったんだね。ショウゴ、待って。サモンのトークショーのチケットあげる。ショウゴの誕生日のお手に入れたんだ。頑張っちゃったぞ。は大人で、コーヒーはブラックで変わっちゃってて、昔の君でないからサモルにはちっとも興味ない。そういうこと？ほら、君は忘れちゃったかもしれない。
ないけど、昔ショーゴに誕生日プレゼントもらって、私の方は何もあげてないでしょ。それっきりだったからずっと気になってたんだよね、あれのお返し。なんだったらショーゴを一番喜ばせるかなっていろいろ悩んだんだけど、タモルだったら絶対イケてると思って。あれでしょ、つまりこの間の映画を一緒に行ったこと行きたいってのが正吾の本音なんじゃないの。無理すんな無理すんな。そうだよ、誕生日だもんね。ごめん。ごめんごめん。残念でした。
翔吾くん、こんにちは。翔吾くんもインターネットなんてするんだね。いつも審査に頼ってばかりいたから、これからはちょっとでも自立しようと思って今いっぱい勉強してるんだよ。てへっ。自分でホームページ管理できるようになりたいんだ。それでホームページの内容も今より充実させて、もっとこう普通でもあって特別でもあるっていうか、ありふれてるのに必要な人には意味のある、そうだ、ちはやマップなんてどうかな。その地図にはもちろん可愛いお花屋さんの紹介でしょ。それでちはやで観察できる植物の種類と場所とか、記念樹はもちろん植栽から雑草まで。そう、例えば翔吾くん、春の七草も秋の七草も知らないでしょ。春の七草、秋の七草。